流というか、本人に対して直接行動したわけじゃないが、結果的に復讐になった話。かなりオカルト成分強めで、俺も言われたことを 100% 信じてるわけじゃないけど、オカルト版だってことで許してくれ。中途採用された会社に、A という年下の先輩がいる。いわゆる、典型的な嫌なやつで、元ドキュン。詳細は長くなるので省くけど、一言で言うと、自尊心のみが異常に発達した子供。俺は、人と衝突するのが大嫌いなので、年下の A に対しても、あまり強く出ず。大変ですね。といつも受け流していた。ところが、A は、それで味を占めたのか、俺のことを、何を言っても許してくれるやつ、と勘違いして、あいつは俺のおもちゃ、とか周囲に言いふらしてたらしい。確か、俺が入社して、1年かそこら経った頃だったと思う。A の身になぜか、やたらと不幸が降りかかるようになった。何もない場所で転んで、机の角で頭を切る。家の鍵や財布をなくす。彼女を父親に寝取られる。赤信号で停車中、後ろからトラックに突っ込まれる。幸い、大した怪我もなかったらしい。と、不運としか言いようがない感じ。仕事でもミスを頻発し、上司には怒られ。同僚には、罰が当たった、自業自得。と冷めた目で見られ、なぜか、俺は、余計に嫌がらせされるようになった。ある日の仕事終わり、帰ろうとすると、突然 A から、次の日曜、ちょっと付き合え。予定開けろ。と言われた。行き先を聞いても、うるせえ。と一括されて、教えてもらえなかった。まあ、特に予定もなかったし、しぶしぶ了承。当日、連れて行かれたのは地元のファミレスで、小上江さん。以下、小上、仮名、と書きます。と会う約束をしてるから同席してくれとのこと。俺は、そういう人は、白装束と頭にろうそくの、年齢不詳のばあさんってイメージがあったんだけど、待ち合わせ場所に来たのは、20代後半くらいの普通のお兄さん。お互い、適当に自己紹介を終わらせた後、小上さんは、俺と A を交互に見て、ああ、とつぶやくなり黙ってしまった。A は、これで大丈夫ですよね?こいつですよね?とか意味不明なことをわめいてるし。小上さんは小上さんで、みたいに、難しい顔でうなるだけ。俺は、黙っていちごパフェを食ってたんだけど、ひとしきりうなった後、小上さんが、もしかしてだけどさ、呪いの儀式、みたいなことやったりしてる?意味がわからないから、順を置いて説明してくれ。と頼むと、こういうことを言われた。半年くらい前から、A の夢の中に、俺が何度も登場していたらしい。別に出たからって、どうするわけでもないんだけど、A が、夢の中で何をしても動じず、しかも、日増しに表情が、ものすごい悪意のある笑顔、に変わっていったらしい。最初は、会社で俺に嫌がらせすることで仕返ししてたんだけど、なぜかやればやるほど、悪意ある笑顔、はひどくなっていく。最近は、口角が、耳くらいの高さまで吊り上がり、非常に耳障りな笑い声、でずっと笑っている、とのこと。その夢のせいで、夜もちゃんと眠れず、何もかもがうまくいかなくなった、とのこと。もしかしたら、と、その手の方面でいろいろと調べた結果、小上さんにたどり着いてみてもらった結果、どうも A には、俺の生き量がついていた、ということらしい。生き量ってのはたちが悪く、本人が、呪っている、という自覚がない。もっとも、これは、呪っている側の執着心が形になったもの。だから、執着心が薄れれば、あとは勝手に消えていくはず。お祓いすれば、時間はかかるがなんとかなる。ということで、A は、ここ最近ずーっと、日曜日に、小上さんにお祓いを頼んでいた。ただ、なぜかお祓いすればするほど、普通の生き量、だったものが、周囲の悪霊だの浮遊霊だの吸い込んで、徐々にパワーアップしていったらしい。小上さん、
長年やってるけど、どういう手順を踏んだらこうなるかわからない。普通はここまでならない。牛の国参り100日やっても、到達するかわからない。もう生き霊というより、独立した悪霊みたいになってる。正直、んなこと言われても。って感じで、ポカーンとしてたんだけど。尾上さんの話が終わると同時に、A に思いっきり土下座された。頼む、許してくれ。俺が悪かった。何でもするから、もうやめてくれ。昼も夜も、影から、お前の気味悪い笑い声が聞こえてきて耐えられない。お前に悪いことしてたと思う。反省するから、頼む。真っ昼間のファミレスで、いきなり土下座され、いきなりこんなことをわめかれて、正直いい迷惑だよ。呪ってる本人に自覚がないのなら、どうしようもねえだろと。俺、牛の国参りなんてやったことないし。ただ、A の行動にイラついて、A の机にあったプリクラを剥がし、休日を利用して、心霊スポットの奥にある、無縁仏の墓に貼り付けに行ったり、その墓の土と血を混ぜたものに、A の髪の毛を入れた人形を作ったり、間違ったふりして、頭にガム手つけた。指を切ったついでに、血が止まるまで、表面にベタベタ塗りつけて作った、血の鉛筆で、蒸気の人形に、A の名前を書いたり、その人形を、自殺の名所である崖からぶん投げて、唾を吐きかけたり、えのきで人形を作って、A の名前を呼びながら、少しずつ一週間かけて切り刻んだとかしただけ。こんな適当な行為で、他人が呪えるわけがない。ただの遊び。だから、尾上さんにも A にも言わなかった。現在、A は一応会社にいる。ただ、倉庫に行くよう言われると、戻ってくるなり。影から、あいつがじっと見てた。とかわめいたり。俺が話しかけるだけで、電話中なのに叫んだりと、正直、クビになるのも時間の問題じゃないかと思っている。以上です。尾上さんのくだりは、オカルト成分が強すぎて、正直信じきれてないが。多分、復習した？できた？ので書きこ。